どうも、アルカディでございます。俺の好きなビジュアル系バンドの曲ベスト10、まあ、プレイリストをね、作り直したんですよ。その自分の好きなビジュアル系の曲みたいな、最強ビジュアル系曲みたいな、まあ、もう本当に好きな曲多いなと思って600曲まで絞ってくれました。いやいや、絞れてねえんだ600曲は。こっからさらに、これどうだみたいな感じで、もう今からそのこの紙に書いていこうかなと思って、その厳選してね、なんとかトップ10を決めていきたいなということでございます。まあ、その様子ももう全てお見せしようかなと思って、この動画長いかもしれないですね、もしかしたら。まあ、ここ、はい、早速来ました。アルルカンです。はい、やってまいりました。好きな曲、バカオイです。まあ、アルルカンから、まあ、まず、息の根だろうな。まあ、レム。曲数すごいな。レムで、パズル。まあ、イクリプスか。でも、はかな。でも、アルルカンでこんなもう、裂いていいのか、果たしてって感じになっちゃうな。まあ、でも、一旦は。一旦ね。まあ、道化の花かな。ちなみにアルカン選出されてる曲数は何ですか？合計っすか？はい、17かな。もうこの時点で多いね。トップ10からは、アンフィルですね。おう、まあ、どうだかな。まあ、トリガーは入るな。見越した今の果ても拭いきれない、痛みも無駄なものなんてない、そいつを抜けてゆくから。ステップバイステップ、これは入る。ランプライトメロディーとかもいいよな。これちょっとね、表記が分かれてるんですけども、カタカナのガゼットが入ってるから、ここでザクロ型の憂鬱は絶対入りますね。ここで、まあ、あなたのためのこの命、これは絶対入るな。傷はまあおしまいでしょ。まあ普通に考えて、くそ、うわうわステロイド、豚、黒やめ。しかもこれ傷もなんか分かんないけど、英語表記と分かれてんだよな、傷跡。まあ、とりあえずこれだな。ゴールデンボンバー、僕クエストだな。イヤホン、おお、まあ、飯食っても入るね。ああ、まあ、CD が売れないこんな世の中じゃ、これは絶対入る。はい、来ましたよ、子供ドラゴンです。おっ、子供ドラゴンは何曲ぐらいありそうですか？23曲ある。わあ、来ました。まあ、バイパーだね。まあ、ソドムで。いや、で、絶望論好きなんだよな、実は。エピローグとかもいいけど、ちょっとパスだな。で、そう、これ1個説明しなきゃいけないんですけど、俺の中で、なんかその、ランキング付けしたくない、なんかその、特別扱い曲みたいのがあるんですよ、俺の中でね。俺の価値観なんだけど、はい。はい、で、その中で言うと、子供ドラゴンの早々はちょっと特別扱い枠に入れたいので、この曲はめっちゃ好きなんですけど、入りません。で、まあ、悪あがき。そうだな、いや、でも、ここですかね。でも、トゲも入るね。まあ、シドだな、シド。うん、まあ、いつか、エナメル、まあ、三つ指、スイートかな、夏恋も入るかな。まあ、ジャック・ケイパーだよな。絶叫アイロニー入ります。来たぞ、ダウトだ。聞く曲は結構使う、かなり多いんですよね、兄貴の影響で。まあ、マンジだよ、マンジ。聖にしがみつく、完全18号だね。で、優秀の美、これは特別扱いしたいな。まあ、いろいろとこれはね、ありましてね。うんうんうん。まあ、ダスト君も多分分かるでしょうって感じですかね、これは。あと、なんだろうな、いや、でも正直入れてる曲いっぱいあんな。でも、ちょっと、まあ、ミオショーリオンとかも結構聞くけど、はい、来ました、ペンタゴンです。少年ワルツですよ。絶対あるでしょ。まあ、鉄傷、まあ、僕らの歌、夢から覚めた日、これも特別扱いさせてください。マイドラ先輩な、マイドラゴン、エールって曲めちゃくちゃ好きなんで、これ入れさせてください。ユナイト、ユナイト、ジュピター絶対入ります。まあ、レブ、マーブル、おー、まあ、アイスも入るね。いや、ユニバースも入るだろう。まあ、夢リープのねじまきメイスはめっちゃ聞いてたな。悪夢の閃光は絶対入る。アリスナイン、まあ、翼だよな。世界は now gotta think、Can we just now go? ナチュリティーメロビーンって感じね。アッシュメイズ、ファントムシェル入ります。ベビキン、ハイカラ、ハマっちゃいな、アンクドファラオ、ブルービリオン、ウィル、ウィルは入ります。アクアも入ります。ホーム、バグラグ、まあ、ギロチンだよね。まあ、バーサスだよね。タイムマシーンは、ちょっと特別扱いで骨。 RIP は絶対欠かせん。これは一番セブン、じゃか、疲れてきました。デイジー、絶望のフリージャー、アオリース、
デザート、変態、君の子宮を触るも入るかな。幸福のメロディーだな。この3曲はもう僕の中で鉄板ですよ。さて、ディオーラですね。ディオーラ。ディオーラね。ホライゾンでしょ。盗作症レジスタンスで。Oh, Jill and Grey。なんて ?Jill and Grey。ディル・アン・グレイ。はい。ああ。こういうふうにネイティブを発音します。ディル・アン・グレイは、まあ、ケイジは絶対入りますね。で、あと、太陽の青。焼きつくような心が、鋭の根を感じてた。あんま、ハゲ編み入るかな。だいぶ。きたー。ユーだね。まあ、ユーは絶対入ります。ゴールデンキノワ劇場。ゴールデンキノワ劇場なんてもう何回聞いたか分かんねえよ、マジで。まあ、バタフライドリーマーでしょ。夏の行方。と、これ、なんか読み方分かんねえんだよね、今ね。シーズンみたいな。ストップ !OK。ドック。バイバイでしょ。ジョイトゥーザワールド。徐々にな書き方がクソ雑になってきてる。ベストバンクール、宴です。絶対あります。現代的疑惑都市ダウト。クソかっけえな、あの人の初めて聞いた時に。あの衝撃は忘れない。あー、ガズットだー。アグリー、マシバ、グレン。で、まあ、フォーリング。もう絶対ありますね。と、まあ、プレッジよ。プレッジからの、ボルテックス。まあ、レッドも入るかなー。レッド入るね。ハイエナ入るね。フィルス・イン・ザ・ビューリー。おー、ガゼット。未成年。まあ、白狼。白狼、ログアウトは絶対入るね。デッドバイバイも入るかな。ヒーロー。ヒーローね。手のひら、ソプラノ、25億秒の使い方。ジンマシン、売れたくて。で、ネバーセイネバーからのゴリラだね。で、まあ、キディのスマイルは入ります。英語表記、ローマ字になぜかなってしまっている傷。ゼロと買わず。と、LMC、まあ、88と、ボーイズ&ガールズ。これはもう腐るほど聞いてきたからね。まあ、ここに来て急な往年の名作、ルナシーロージア。ルナシーのロージアってリミットかな。リミットも好きですね。そうですね。うわ、これもうほんと最近聴き始めた曲っていうか最近始動したバンドだけど、マドンナのバッドゲームはちょっともうクソほどハマってるんで入れさせてください。はい、ミジブレイです。まあ、スリバーだよな。ダイバージェンス。ジエンドかな。よっしゃもう一枚ください。マジか。ミックスピーカーズインク。この読み方全然わかんないんだけど、それ好きなのかっていうね、いう意見あるかもしれないけど、曲はずっとめっちゃ聴いてるんで、あれです。男子高校生の日常の主題歌です。はい。スカイヘブンも入ります。めっちゃ聴きました。ナイトメアです。クイーンス、ダーティー、レゾンデートル、ザ・ワールド、ロストインブルー、ロストインブルーだな、でも一番は絶対、これは。だからここで書いていくじゃないですか、はい、で、それでこの中で俺このアーティストの曲でこれ一番好きだなっていうのを選んでいくんですよ、それで口に出すこともないし、そうで、その中からってやってったらそれは決まるでしょ。ノクブラ、まあ、ブレイクディスフェイクですね。これはもうクソで聴きました。やっぱあの歌声一度でもいいから出してみたいです。まあストライクインファクト、これもクソで聴いたな。ノーゴッド、ノーゴッドウォークだな。ペニシリンロマンス。はい、ポイントきました。はい、終わりでーす。トロギンダカじゃん。ポイドル、エウレカ、ルミナス、ルミナス特別扱いで、すいません。アクアブルー、バンバンビーナ、アイドルですね。アイドル入ります。リップス、エンプティアンドレイド、レイドね。まあ、病んでる君に送る歌、まあ、リボーンも入りますかね。で、歌舞伎町レイニー、レザーか。DNA とレッドゾーンだね。ライズインリベリオン、フレイジングハート絶対入ります。ロイズだー。好きなアーティストですよね。好きすぎてね。あー、エゴイスト、ドレベレーション、 IB 特別扱いか。デイドリーム、ソーレンカも入るな。スーパーノバーね。ちなみに俺の特別扱いのなんかさじ加減、これ見てる人なんでそれはそうなるんですか、こっちはこれなのみたいな、わかんない人いるかもしれないんだけど、なんかポイントはね、なんかね、あれだね、なんかエモさ加減みたいな感じかな。あとなんか自分のことというよりかはなんかその人たちのなんかそれがすごい伝わってくるみたいな。なんかその例えばなんかそのまあ子供ドラゴンの早々とかだったら、俺はその元メンバーのかなり向けてる風にしか聞こえなかったから、バグラグのタイムらしいは言わんでもわかるでしょうよって感じで、アンチテーゼ、アンチテーゼ、反対ヒーローね、クソ好きよ。こうロイズ R して殺しにかかってんな俺のこと。ラストレイン、もうダストが飽き始めました。サドマゾ、クライマックス、うわー、衣装、衣装ね、これ特別扱いやない？いやでそしたらクライマックスもってなるもんね。懺悔、寄生虫、国立少年、病んでる彼女ね、入ります。スケープゴート、告白時々雨ね、これいきます。シンさん、
シーンさん、1人なの、ジャック・ザ・リッパーね、入ります。ジャック・ザ・リッパーとこの20154.29、これも入ります。この曲ね、この曲をこううまく歌うために生きてるみたいなとこありますからね。まるで全てが色づくよ俺、あ、ちょっとダメソフィアの街入ります。もうこれもクソ好きだぜ、この Don't cry my heart 壊れた Yowless の涙をサグのあがく、テンエイジドリーム6、グレートストーリー、ベルサイユのデスティニーね。これね、視聴者の方に生放送で進めてもらってめっちゃハマったんですよ。フィリアね、フィリアもギターソロがバケモンだから好きです。はい、ビストリップです。バーベル、はい、来ました。俺が前バーベルって呼んで怒られたんですねモノグラム、まあブラマトでしょ。ドクターテディ好きですね。深海魚、クロスターイメージ、夜、そう、このね、スケープゴートっていうね曲があるんですけど、ビストリップの、俺この曲実はめちゃくちゃ好きで、あんま言ってこなかったかもしれないけど、割と地味めな曲かなと思うんですけど、めちゃくちゃ好きなんですよね。こうなんか綺麗さと激しさのこう綺麗なマッチというか、うん、そのやっぱ言い回しがちょっと独特っていうか、その言い方、これなんか前なんかの動画でガッて言いましたんだけど、スケープゴートの詩ってもうトモさん全開というか、その言い回し何っていう言い回しがめちゃくちゃ出てくるというか、うん、日々踊れぬスリープ、はい、来ました、シンドラ、これ入れずに何が入るんだって話ですよ。で、I can't shield the night, I can't answer, I can't tell you って感じでね。オーダーメイド、特別扱い、これね、めちゃくちゃコアなビストリップファンはマジで共感してほしいんですけど、オーダーメイドのラストに入ってるインストルメンタルのキャプチャーエンドっていう曲があるんですけど、これめちゃくちゃいいのよ。これめちゃくちゃ寝れんだよな。オゾンです、イブ、影鬼、何もできない神よりも何かできる鬼でいようっていうね。この言い回しもやっぱトモさんならではというか、エディね、エディは入るでしょ。サーフェスね、サーフェスはでもリバースバージョンとオリジナルバージョンがあるんですよ。どっちだろうね、そのね、キーが違うんですよね。あと音も結構重めですね。そのリバースの方はかなり爽やかというか、デレレテテテテテテテレレテテみたいな感じなんだけど、オリジナルの方はデレツデレツデレデレこのカウントがね、そのシャンシャンシャンってこう入るんですけど、これがフラッシュ、FBB っていうね、フラッシュバックなブランキーみたいな曲とめちゃくちゃ似てて、イントロドンをやると誰もが引っかかるってですね。ジュライセブンスも入るんですよね、リバースと普通バージョン。これもね、やっぱ両方とも良さがあってね、リバースの方がバラードになってて、実はそのジュライセブンスってそのバラードじゃないバージョン、普通のやつが、これ結構なんか割とテンポ速くて、まあ、バラードバージョンはね、冷たい風が過ぎ去りみたいな、でもジュライセブンスのオリジナルの方は冷たい風が過ぎ去りデリリデリリデリリリっていう、これでも伝え OS とのね、2年目でやったバグっていうね、ライブで、あんまりビストリップってメンバーがこうめっちゃ泣くみたいなことないんですけど、その結構ツタヤオーエストってやっぱこう最初に立つこうでかい箱みたいなとこがあるじゃないですか、はいはいはい、そこでトモさんがどうしてもこう涙して、しかも大体タラバッタって曇りのことが多いんですけど、その日は晴れたんですよね、うん、で歌えないってところで海さんがギターの音量を、ね、爆上げしてね、こう後ろから鼓舞するっていう、もうあれもう惚れるマジでこう徐々にでかくしていくんですよ、本当に。あデレ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 みたいな感じですけど、ちょっと歌えなくなった瞬間、テン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 テレデレテレ、歌えよ、おらみたいなね、そのギターしびれる。で、実はそこでトモさん調子取り戻すっていうね。あれ、これ、ビストリップの企画すいません。ラビスタ、ラビスタもこれ、ほんとトモさんにしかできない言い回しがめちゃくちゃありましてね、ストロベリーバトルはストバ、A メロの途中で入ってくる海さんのサイドギターがクソ渋いっていう、やっぱこのポイントがありましたね。カップル曲のネクストの方が好きなんですよ、個人的に。これ海さん作曲の名曲です。そこで言うとキャプチャーアスクも入りますね。あれ、ビストリップで今何曲目？え、知らねえよこれ1回で決まるんすか、その1回の任せろ。本当にハーメルン入ります、はい、 いやシアターオベンビー、シアターオベンビーはでもこの中でも結構突き抜け気味よ。いろんな部門で考えるとシアターオベンビー前奏部門で勝てるもんないっす前奏最強ハートチャンネル、ハートチャンネル入るっしょ。でこれ多分ねいや本当はね、デッドチェリーも入れたいし、クラシックオペラ星屑僕と君へとかも全部入れたいけど、いやもうネタなのかな。はすいません、一番好きなアーティストってのはこういうもんなんや。はい、すいません。だから140曲入ってんだよ、ビストリップだけで無理やんまあ、でもちょっと一回ここまでにしましょう。さすがにちょっとキリないわ、これ。キリないですね。ビビット。おぉ。
ビビットはメッセージ無限の彼方かな、うん、回数はあんま聞いてないですけど、これグッドモーニングワールドって曲めちゃくちゃ好きなんですよね、うん、1回にめっちゃ集中する感じの曲ですね。これはブルーも入れたいな、はい、誤算です、 0.1 の誤算。まあアストライアの入滅と転生両方入れたいね。まあ王からまっぱるサムライオンか、狼男と月うさぎ、有害メンヘラドール、これは100入ります。デキアヤンデルボーイ、ここはね入れたいですね。このやっぱ誤算ならではのリズム感というか、ちょっと半端ねえっていう感じですね。ここはで廃科禁止ラブストーリーですよ。これをね一回も噛まずに歌えるやついないと思いますね。これね渇望ね、計0626渇望。いやいや、ミストリップだけで1行全部使っとるやん。まあね、で気流、アマテラス、キュービー、強化水月、まあ百鬼夜行か、普通に考えて影響止水抜く、まあ、ちょっとだからここはまあ3バンド合同となりますが、両乱レゾナンス、子供ドラゴンの黒と赤もここに入れなきゃいけないんですね。あやびえですね、あやびえ、さよならだね、さよならは入れたい。いやでも会いたくても入れたい。ジグザグ、帰りたいけど帰れない。プロミス絶対入る。コノハ、レクイエム、でもまだちょっと歴が浅いから、やっぱジグザグはこのぐらいですかね。なるほどね。仙台貨物ってビジュアル系に入れていいんだろうか。仙台貨物はね、あとね、これ送る言葉って曲がめちゃくちゃいい曲なんですよ、ね、神様もう少しだけ、この曲がねめっちゃ好き。これはでも本当にもうみんな言うけど、マジサビで出てくるから、俺は好きだ、だから君もザケだろう、恥ずかしがらずにみたいな俺の胸に飛び込めばいいマテンロオペラ、まあアノーミですね、アノミーで、この最近これも今年めちゃくちゃハマった曲、終わらぬ涙の海で、これはねもうめちゃくちゃ好きですね、まあ、グロリアだな、これはもうよくカラオケで歌ってるダスト君にめっちゃ笑われたのでね、いい思い出です儚く消える愛の賛歌、これも入りますね。フェニックス、これも入ります。うわ、喝采だ劇場のグロリアとかでも入れてえの、個人的に喝采だ劇場のグロリアを声をひっくり返らずにあのカラオケで歌い切りたいですよね、人生で1回の。ウェイエンを生む私たちのグロリアって感じでね、ここで生まれてゼロヘルツ、お、まあ、ディスターボ、これはもうクソ好きっすね。もう形勢逆転の賜物っていうね歌詞がある、すごい好きなんですよね。まあドーパ、まあ、これはちょっとなんか僕らの名前にもちょっと通ずる部分、クスクスドーパミンとちょっとなんかつながる部分と、これドーパって曲がこの BP レコード所属としては最後の曲だったので、ちょっとこう思い入れのある曲ではありますかね。アグルね、ミューのレッドエモーション、これで終わりかな。いやーでもこれでさすがに見逃しはないと思うけどな。はい、終わった、ピックアップしましたよ。本当にお疲れ様です。何枚、5枚、まあこちらですね、はい、5枚はい、じゃあここからトップ10を決めていきたいと思います。この扉をくぐれば新す世界が見えたの。ありがとうございます。